いつもキラキラ光る宇宙人ボーカルのリッキーです。いつもそうだそうだ、赤坂のそうだ、ドラムジョーです。僕たちの楽はハイパー、ビート、ロック。僕たちが令和元年ダーツサイン赤坂そうだ。ちょっと今日はさ、まあ、みんなにこうやって見られてるけどさ、あもちろんみんな意識してるんだけど、いつものこう二人きりでさ、打ち合わせとかさ、未来のガーゼに語ってるような感じで、ちょっと大人の俺たちを見せない、いい年してんな。いい年。俺面白かったです。あれか、上様の話だね、これね。上様。なんかブラダーのツアーでリキから聞いたんだけど、東京のツアーファイナル目黒が終わって。その後はまあ打ち上げを、ね、メンバーでやったわけですよ。でまあ大体、まあ、でも最近強くなったんであんまり寝なくなったんですけど、やっぱさすがにもう3時4時になってたから変わってなったんですよ。でそろそろ帰りますよっつって、ジョーさんお会計だから、でジョーさんお会計ですっつって、このあれ見せるじゃん。そんな高かったっていう。まあまあ、今日はね、じっと見つめたいのアウトストアイベントですからね、曲についてちょっと、まあ曲もいいんですけど、やっぱり俺とジョーのその、どこまで仲いいのかと。で、実は真相は何なんだと。真相、いや、真相、なんか本当になんかそういう、なんかこう、男同士の愛みたいなのを、本気で、そういうのがあるのか。ボーイズラブ。あ、ボーイズラブ。何よボーイズラブ。俺たちボーイズラブ。そう、おっさんズラブ。おっさんズラブ。本当気をつけてもらう。本当気をつけて。フィリスイベントの無事開催おめでとうございます。ネームさっちゃんですね。うちネームって書いてます。さて質問です。ライブ後の2パーティーではジョーさんもリッキーさんもハイボールを飲んでいることが多いように思いますが、ビールは飲まないのですか？一番好きなお酒は何でしょうか？体だ。ちょうど今お酒の話になったんで。で僕はやっぱりビールってやっぱりちょっとプリンターが意識してるのにこれなんですけど、でもハイボールっていうそのなんて茶色いお酒っていうんですか、蒸留酒っていうんですかはちょっとカロリーが低いっていう。まあ、気休めなんですけど、まあ大丈夫だよ、ね、最後に健やかちゃん飲めば大丈夫だと思ってるんですけど、結局のところね、でも一杯目はビールだったと、ビールだった。なんかビールっていうのはこう一日の疲れを癒してくれる感じするね、一杯だけど。でもね、私二人でクラブとか行ったんですよ。いや、よくは行ってないよ。カッコつけちゃって行ってないよ。俺クラブなんか行ってないよ。覚えてないからいいから、ま、ちょっと待ってよ。覚えてないことが絶対多いからな。ちょっとあの頃作ったでも聞いてみるか。でちょっとじっと見つめたいの1をね、ちょっとねまだね本当に出来たてのデモの時のがあって、それちょっとワンコーラスぐらい聞いてみます。歌詞はねないんですよ。ちょっと聞いた、僕が多分まだ宇宙人だった、地球に帰化してない頃、ちょっと聞けます？ミュージックスタート。まだ宇宙人だった頃、まだララのか、サビで宇宙語出すから多分これ多分誰も手つけたら僕だけの作ったと思いますね。
かに2人で飲んでる時のジョーでいいって言ったけど、それはダメでしょ。だよね。マナーがちょっと合ってなかったな。気をつけよう。でこういうちょっと哀愁ある、まあ、ちょっと走馬灯に近いんですけど、そういう曲がやっぱ好きなんですかね。やっぱりあのそれが一番ダーザイっぽいなと俺は思ってますね。現存在というかですけど、サスライビトとか夢連れとかやっぱその辺はやっぱマイナーでしたね。秘密もそうですもんね。で桜吹雪でちょっといきなり明るくなったっていう、ね、ジョーさんの髪の毛が立ち始めた。ジョーさんがちょっと角刈りチックになったっていう。あれね、そう、あの時はちょっとあのこう全然短く評価あって、いやお願いしますって思って、うん、今までこの短い人なんだなと思ってたんですけど、うん、その時のあの周りの反応はあんまり聞かなかったんですよ。時が経って何年かした後にものすごく変でしたよ。そんな直接言う？そうか、そうだったんだな。それからあそこまで短くするのはやめました。どうせやるなら丸坊主かな、いや絶壁がバレるからそれやめとこう。後ろだけ伸ばそうかな。それはエイリアンなんだね。こっちの役目だから。これでもあいにくこっち側に貼ってるけどね。ハチハリッキーだから。そうそうそう。覚えてないね。でもこのじっと見つめたらやっぱり好きですか。人間出ますか。好きだな。この曲は。うん、さっきの二文字の方がすごい気になる。ホームレイじゃないの。違うよ。ホームレイはブラックダザインにやったじゃん。うん、え、あと漢字1文字でひらがな2文字ってあったっけ。俺の曲だとひらがな2文字だけど、うん、あ、それをいや、ひらがな2文字やってたな。ひらがな2文字パパパパひらがな2文字を英語で入ってる入ってる今パパパパって言った。いや、ひらがな2文字が英語になってパパ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 パで、はじめましてダーザインのリッキーというものです、ちょっと一度リリックムービーを作ってみたいんですけどつって、そしたらその人が超英雄祭の関係者だったんですよ。すごい。だから僕から来たらびっくりしたんじゃないですかね。びっくりだよ。で、ちょっとあのリリックムービーっていうものを一度作ってみたくて、まあ、こういうイメージでこう曲も送って、で、お願いできますかって言って、で、昨日上がってきたんですよ。だからリリックムービーなんて僕らは全然入ってないんですよ。でも昨日上がってきたから、まあ、今日画像あるんでちょっと 見ようかって。皆さん知らないよ。いやもう初めてなんでちょっとこれがいいか悪いかもわかんないですけど、でもなんかこういうのね、MV 作れなくても YouTube に上げといたらね、こう少しでも引っかかればいいなと思って今回作らせていただきまして、これはだから今夜か明日にはまたそういう YouTube にアップしようかなと思います。MV 作ったら100万いくじゃないですか大体。そうそうそう、まあ、安く作っても、まあ、その半分とか、あ、そういうお金の話する。だからもうシングルごとにやっぱ MV なんか作れないわけですけど、でもね、マイクリトーンズとか僕が言いたいことは結構作るんですよ。だからやっぱりそれは出会いもあると思うんですよね、クリエイターとかの。だからそこは僕が頑張るんで、ジョーさんなんだからお金をお金をいやまあでもね、2010年に復活して、で、まあ、まだその時は僕は事務所にいたんですけど、事務所を辞めて、ね、2人でやっていこうって、2人でね、うん、それと添い遂げようっていう話でいうなって、
まあ、実際今13年からもう6年経つわけですけど、どうですか、2人、一応、まあ、2人ともいろんなスタッフの方がね、ライセンを支えてくれてますが、もちろんライナーの方もそうですけど、どうですか、心境的には。心境、僕がなんか事務所にいた頃と2人でやってる頃の違いっていうか、例えば僕のことでもいいかな。うん、ごめんね、遠回しお酒進んでないよね。事務所にいるときはね、あのぶっちゃけ事務所辞めた人間なんで。なんで辞めたの？いや、まあ、ね、よくしてもらいましたけども、いろいろありましてですね、辞めたじゃないですか、僕ら辞めたんですよ。やめたじゃん。やめた。やめて、寂しかったよ。俺を残して。だから俺が話をすると、こういう話になるんだよ。いいじゃん。すっげえ話になるから。そういう話聞きたいと思う。ブラックな、人間ね、ブラックなとこ大好きなんだよ。でも別に、ブラックなわけじゃないよ、俺たちは。割と、なんか正当だよね。まあ、正当だね。うん、普通にだって事務所にいて、で、お互いに辞めて、一緒になって、そう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 、親に反対されてたのに。寺田さんに言われたんです。寺田さんってチップスブリザードで超好きだったもんなんですよ。で、ジョーさんでしょ、大垣ゴマがもうすげえ崇拝してた。で、野村さんでしょ、一緒にやって、そうすごい、もういいっすよね。寺田さんに言ったら、もっとやいつに言ってやってよ。え、なんて寺田さんが、何を、いや俺がいいですね、寺田さん一緒に幸せもんですねってしてたら、もっと言ってやってよって。そんな言い方するって。ラサワさん、おい、もっと言ってやってよって。もっと言ってやって、あ、似てるね今。好きじゃねえな。ジョー君、もっと言ってやってよって言った。優しいわ。優しい、ね、学校じゃ切れる。あ、そう、だからちょっとこう、そう、そういうところをあんまり刺激しないようにしない。ここで話したら一つ聞きたいんだけど、いいよ。ジョーさんってどんな感じ？俺そこまで確か話すことなくて、ジョーさんは無口です。もうリハとかに行っても基本的にもう淡々とやってて、お酒入るとどうなの、ダメだよそれ、まだひっくり返しながらどんな感じだよ。おいしい、俺が作ったお酒だから厳しいんじゃない。厳しいというか優しくだよ。でも触るなって思わない。でも本当、とにかく優しいです。和郎さん以外、野村さん以外。でも優しいのよ、野村さんも。うん、昔別現場でスタジオ入ったら、野村さんと会ったの。そしたら野村さんと会ったら、あーって、ねえ、写真撮ろうよって言って、すぐリッキーに送ってる。そしたらリッキーから、え、なんで一緒にいんの。で、俺なんか複雑な気持ちになって、ジョーも好きだし、野村さんも好きで、で、野村さん俺だけのもだと思ってたから、ジョーとも撮ってるし、でもそこで写真送ってきたってことは、僕が頭に浮かんだってことですよ。そこで一回収めたい。どうします今後。こういう僕ですけど。お願いできますか。それが風見の助なんだから。でも芸人さんでもそうじゃないですか。仲いい芸人さんを見てる方が楽しいっていうか、なんか仲悪そうなのよりも仲いいミュージシャンでもそうじゃないですか。仲悪そうなの見てるよりも仲いい方が、まあ仲良すぎるとちょっとね、お互いのファンの方がってなるのかもしれないですけど、あれパフォーマンスですよ。別に抱かれもしないし抱きもしないそっち、キスもしないから、ハグぐらいいいじゃないって話ですよ。別にあなたのリッキーを取らないし、あなたのジョーも取らないからね。ねえ、抱かないよね。来年20年じゃないですか。もう僕たちももう20年ですよ。20
365かけてみて。いいじゃん、いいじゃん、20年で。20年、そうだな。7000何日過ごしたっつったってさ、そんなに会ってないし。そうだよな。もしそんなに会ってたら、多分今やってないでしょ。やっぱり、距離感っていうのは大事。距離感、うん、だから俺は、ジョーが楽しそうにこう、他のバンドで打ち上げしてるの見たくないし。その見ない方がいいのよ。で、ジョーだって俺がレッドチップスで超可愛がられてるの見たら嫉妬すると思うもん。うわ、俺ももっと可愛がろうっつって。あ、変わってんでしょ。そうだ、愛が欲しいだけだよ。すごい。ほんとね。なんか不満あったら言って。で、俺はあるから。で、トイレがやっぱ多いから。で、しかも、悪いと思ってない。悪くないよ、出すものは出した方がいいんだよ。昨日のラジオでも言いましたけど、大宮アルシェに入って、まあ結構あるわけですよ、時間が。で、とりあえずまず着いてからすぐトイレ行くじゃないですか。で、そこからまあちょい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 ってトイレ行って、で、7時15分に迎えに行きますと。で、7時15分に迎えに来たんですよ。迎えに来た瞬間にもう一回トイレ行ってきます。だから飛んでくわけですよ。腹立たしくてね、それが。15分に来るんだから、その前に行っといてよって。申し訳なさそうに行くならまだしも、俺後ろ姿見てマジでちょっとね。やったよね。やっぱ始まる前だね。こう今から生放送で皆さんの前に出なきゃいけないわけですからね。ね。余計なことを考えなくていいように済ませて望むわけですよ。で、楽屋でほら、俺はこれからやっぱ水を飲まない方がいいんだ、あれ水を飲まない根性を出してるって言うから、してトイレ行かない根性を出してるだけですから。ガンモさんっていう方ですけど、ダジャレンジャーは今後二度と復活しないのでしょうかってちょっと来たんで、ダジャレンジャーやってましたよね。やってた。あれは皆さん、その当時ね、もし買っていただいてる方もしいたら知ってると思うんですけど、どうですか、あれは必要だったんですか。あれを楽しみに行ってたって知ってます。この反応嘘だろ。あんなに必死にダジャレを、めちゃくちゃ必死だった。俺たまにダジャレにやってくれるんじゃないかっていう期待をなんとなく持ってるんじゃないかと思ってたけど、もうちょっとすっきりしたね。二度とやるね。あ、なんでやってたんだっけね。ジョーがやっぱり俺がダジャレばっかり言ったからでしょうね。とにかくダジャレばっかり。どうします、やります、しゃべってみる。でもあれで時間食うからね。あ、じゃあこれ聞こうかな。結構3時間ライブ多いですよ。でも他を見るとやっぱり2時間か2時間半っていうか、まあ、長くなっても2時間。このライブってその長ければいいと思うんじゃないと思うし、まあだれてくることもある。でもやっぱり3時間だと疲れてくる人も出てくるっていうね。で、3時間は長い。これ手上げづらいか。短い。ぶっちゃけな話ですよ。例えばじゃあ20曲ぶつってできますよって言ったら、間にちょっとクールダウンさえあればいけるんですよ。それ必要あるんですけど、あれで一回体が冷え切ってアンコールポッてくるでしょ。たまにね、乳酸が溜まってるとか。だからあれですよね、アンコール、その本編終わってアンコールのその合間、とか、MC の長いのが、もしかしたらジョーにとっては良くないのかもしれない。そう考えたら、そこを短縮すれば2、3曲増やせるわけです。さあ、皆さんどっちがいいですか。いや、ディッキーの話、ジョーの話、浅井さんの話、天智くんに振ったり、まあ、リュウくんもやってくるとき、リュウくんに振ったり、やっぱりそうするとそれなりに10分ぐらいかかるわけですけども、でもそれもそれで楽しいじゃないですか。でも、長すぎるとだれるでしょ。でも、そこそこで終わればいいのか。そうか、ちょっと長いもんね、ダーサインね。じゃあ、そこそこで。そこそこにあるダーサイン。そこそこにあるダーサイン。いい。
そういうふうにやりたいの。うまいこと言わな、うん。まあ来年20周年ということで今ちょっといろいろ考えてて、やっぱねオリンピックがあるんで、それまでにちょっとツアーをやっちゃわないといけないんで、多分7月入っちゃうと厳しいと思うんですよ。ね、4月25とかじゃない開会式、それぐらいだと思うんですけど、それまでに終われるようにちょっと組んでまして、ジョーがもう言っちゃったもんだから大きいツアーやるっつって、やる4月からやる、だから飛行機何回も乗るようになるぞっていう、4月からやるから絶対やるから頼むよ。これライブでやると皆さんはやりますって言ったらイエーイって言うんだけど、実際蓋開けてこなかったらさ大変だよ。分かってる、俺たち個人でやってんだから。何だこれ。いやいや、だからそんな中で僕たちやっていかなきゃいけないんですから。まあ、本当に支えてもらってるっていうのは本当絶対的にあるんでね、これからも、まあ、20年ツアーやるっつってもね、みんな来てくれないと形にならないんで、まあ、そういう意味では本当に僕らも頑張って、まあ、ツアーやるんだったらやっぱり音源出さなきゃいけないと思いますし、でも音源作るのは僕で、僕がね今ね、ソロも大変なの。作ってその前は今年ソロ周年やろ。そう、10周年でしょ。なんか、ちょうだい。来て、うん、でも全然それまだ考えてないけど、俺だって20周年行ったじゃん。でもそれはもう、あともう行けるのであれば、邪魔じゃなければ。いや、全然邪魔じゃないよ。あの、影、角か。誰でも気づかない。いやいやいや。じゃあ顎だけ出してみて。ちょっこり以上だ。危ねえ、マジ危ねえって。行かれてるよ。誰も話しかけないよね。同じ状態。まあでもね、そう考えると活動できてることはありがたいですもんね。うん、だから皆さん来てくれるうちに頑張りましょう。そのために僕らが仲良しじゃなきゃダメなんですよ。まずは健康であって、健康であって、だからやっぱり距離感は大事だと。大事じゃダメ。大事だったら怖い。バカじゃねえよ。そうです。いやだって魅力的だと思うもん俺の体。グラマスだから。みんな触れたから。みんな喜んだ。そうね。お触りまで OK。 あのいろんな仕事をやってますけど、何でも話すのは力だけですからね。これは言っておきます。これはマジな話なんですけど、本当ね、そこまで言わせちゃうやつですからね。言葉はいらないね。まあでも本当こんな感じでいつも、ね、ふざけたことを言いながらも真面目にやってて、まあ、来年もツアーも本を決めてますし、あとは音源ですね。頑張りましょう。頑張ります、はい、じゃあこれからも盛大に私たち2人よろしくお願いいたします。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ヨーモミキー、ありがとうございました。ありがとうございました。